マイセンは、ドイツザク泉州ドレス電地方マイセン軍の軍長、所在地であり、人口、約2万8000の工業都市である。マイセン陶磁器と、ワインで知られる。ドレスデンから北西に、約25キロメートル、ライプツヒから東に、約100キロメートル、フライベルクから北東に約40キロメートルの位置に、ある。チェコ国境の向こう側から続く、エルベ渓谷の終点でもある。 コスビヒ、ディーラ・ツェーレン、ケープシュッツタール、クリップハウゼン、ニーデラウ、トリービシュタール、バインベーラの7詩、プロッセン、ケルン、クベステンベルク、アルトシタト、トリービシュタル、ボーニッチ、シュッパー、サッシェンドルフ、デルヒャ、ニーダーフェーレ、チャイラの11マイセン大聖堂とアルブレヒツジョーマイセンの名は、929年に初めて文章として記されたとされている。 同じ年、ハインリヒ一世によりミスニー城が創立され、マイセンには1423年頃まで、マイセン編境白領が存在していた。その中で有名な人物に、コンラート一世、夫、ディートリヒ、ハインリヒ三世などがおり、当時のザクセン選定校であった、フリードリヒ四世も含まれている。マイセン聖堂とアルブレヒス城は、マイセンのシンボル的存在。 マイセン聖堂は1250年に建築が始まり、1470年にはアーノルド・フォン・ウェストファーレンによってアルブレヒス城が建てられた。2002年、歴史ある市の中心部が洪水により被災。陸上輸送が発達していなかった時代から現在に至るまでエルベ川は重要な輸送手段である。マイセンドレス電館を定期運行している蒸気観光船が有名。また、 チェコなどからの貨物船が多い。マイセン中央駅ドイツ鉄道マイセン中央駅からは S 番1番系統がドレスデン、チェコ国境付近のシエナ方面へ最高30分間隔で出ているほか、ライプチヒ方面へも1日数本ほどの地域快速が出ている。ドレスデンマイセン間にはエルベ川を挟んで南北それぞれ1本ずつ街道が整備されており、東西交流に 重要な動脈となっている。北側は高級住宅、別荘の多いコスビヒ、ラーデボイルと通り、ドレスデン新市街方面へと通じ、南側は小さい自治体の多いクリップハウゼンを抜けて、ドレスデン旧市街方面へと繋がっている。ありがとうございます。